間も全力ぶっちぎり、マキピラ君だ。あいたもう、かっつく今でございます。はい、ということでですね、なんだもうパンタ&アテネ、こちらの方がですね、まあ、重心化と重心化会がモーションニュースで発表されたので、こちらについて調べてきたので、はい、皆さんにお伝えしたいと思います。全力ぶっちぎり。大丈夫、怪我してない。はい、ということでですね、パンタ、こちらの方から、はい、行っていきたいと思います。はい、総合評価の方はですね、B。 何してるパンタ。確かにやってんね。やっとったやろ。やってんね。 B でございます。あららら、詳しくは表を見てください。はい、ということで掘り下げていきたいと思います。はいはい、まずアビリティの方なんですが、はい、ギミック対応としては、うん、重力バリアとウィンド、うん、っていう形になってます。うんうん、はい、あと状態異常回復持ってるぐらいかな、うん、っていう感じで、まあ、とにかくね、超アンチウィンドがあるから、はい、アンチウィンドがあって、なおかつ重力バリアのクエストではかなり動ける、うん、あとね、ダッシュ M があるから、一応ウィンドが出ないステージでも動けるキャラクターとなっております。うん、ただしですね、水属性キラーなので、うん、これが水属性以外だと若干やっぱね、うん、使いにくいかなっていう感じがするので、うん、そこだけ注意かなって思います。友情ですね。はい、これトライデントレーザー EL、うん、ロックオンでございます。はい、ちょっとね、いろいろ調べました。うん、数字の方出しときます。はい、ね、このトライデントレーザーなんですけど、うん、パンターがですね、17236、これはパワー型だから、うん、スピードバランス型の 0.7 倍になるからね、はいはいはい、この数字になります。うん、で、まあ、トライデントレーザー EL といえば富岡義、うん、これが24624です。はい、でアベルがですね、これ神化の方ですね、はい、砲撃型なので、うん、34474、うん、ということで、まあ17236だったら弱いんですが、うんうんうん、水属性キラーがあるので、水属性の敵に対しては、うん、25854になります。富岡さんより強いの？そうなんです。おそういうことになります。そうだね。はい。まあ、これあのレベル上限解放すれば、うん、はい、もうちょっと伸びますので。おはい、ストライクショット、はい、はい、こちらの方がですね、倍率はね、ちょっと不明なんです。うん、ちょっと分かんない。うんうんうん、で、同じストライクショットを持つキャラクターがいます。はい、野牛十兵衛でございます。最近しましたね。はい、あいつのね、性質強いんですよ。よかった。で、雑魚が多いステージでは、うん、ものすごい火力をね、うんうんうん、出します。はい、減速率も非常に低くなるから、うん、パワー型でもかなり動くことができるストライクショット、うんうんうん、だから一気に雑魚からボスまで一気に削れるストライクショットとなっております。はい、で、野牛十兵衛との比較ちょっとね、見つけてきました。はい、はい、まずね、水属性キラー持ってる、うん、あと超アンチウィンド、うん、ダッシュ M、うん、ということで十兵衛よりはるかに火力出るんじゃないかなと思ってます。ただ水属性のみそうだよ、ね、になるけど、うん、これはかなり期待できるかなって思います。うん、はい、使えるクエストですね。はい、これね、うん、新伊達政宗超究極、状態異常回復とアンチウィンド持ってるので、はい、あと呂布、はい、山竹、うん、まあ、一応ね、あの水属性の、うん、重力はメインのクエストは、うん、まあ、基本的にいけると思ってください。はい、まあ、ワープぐらいだったら、うん、少々だったら全然使えると思います。うん、ただ新伊達政宗で使う注意点があります。うん、ストライクショットは減速壁のない状態で使いましょう。あそこ減速壁出てくるから、 あのターンで打っちゃうと、うんうん、ちょっとね、とんでもないことになるから、動けないです。はい、開幕とかいいんじゃないかなと思うけど ね、うん、ちょっとわかんないけど、俺も伊達久しくやってないから、うんうん、なんでちょっと減速壁が絶対に出てない状態じゃないと、うん、あんまり火力出ないです。うん、止まっちゃうから、うんうん、もったいないんだよね、そうね、ストライクショットの威力が。うん、はい、なのでそこだけちょっと注意してください。はい、でまとめです。はい、新伊達政宗の専用キャラに近いです。おー、ダッシュ M を持つのでウィンドウのないステージでも活用はできます。うん、ただ水属性以外だと活躍は厳しい。水のみ、まあ基本そうなるね。うん、基本そうなる。はい、でも超究極伊達政宗を飼ってなくて、うん、適正のキャラクターあんまりないよ、あ、でもこいつ持ってるわ、パンタ持ってるわっていう人にとってみればすげえいいキャラクターだと思います。なるほどね。はい、まあ、パンタに関しては以上です。うん、はい、
次、はい、アテナ中心化解、はい、総合評価、うん、B、 これもそうなんです。あら、まあ詳しくは画面を見ていただければという感じなんですが、じゃあね、コネクトスキルちょっと掘り下げていきたいと思います、うん、はい、これですね、スピード450以上が1体以上、うん、もしくは合計ラック100、うん、となっております。運枠ってこと？そうですね、運枠積めば、はい、コネクトスキルは発動します、ということで、このコネクトスキルの条件を満たすキャラクター、はい、これをですね、ちょっと検索したいと思いまして、はい、まずね、ダメージボールアンチブロック、はい、これで検索します。うん、あ、ちょっと分かりにくいな。スピードが速い順とかにできるもんね。できます。あ、できるの？あ、ほんとや、知らんかった。はい、こんな感じになるんですね。で、スピード、さっき言ってた450以上、結構速いよね。結構速いですね。じゃあどこまでいけんの？うんうん、まあフォーレはね、満たしてるんです、全然。ベイカーズ満たしてます。おー、ビンさん満たしてないです。うん、うん、ワクワクの実で補えばまあ使えるかなぐらいの感じなんだけど、まあでも銀さん貫通だからね。終わっちゃったの？はい。そうなんです。だからね、ほとんど条件満たすキャラクターっていないんですよ。あららら。で、まあ基本的に近畿の5区21のキャラ、あのアビリティですね、これは。はい、ということで次、アンチダメージボール魔法陣いきましょう。はい、検索するとこんな感じになります、うん、はい、ダメやね、全然無理なんです。でも音楽としていけるでしょ。はい、うん、まあそうなんですね、うんうんうん、なんだけど、これ限定キャラなんだよね。うん、うん、そう、でも限定キャラ多くない？そうでさ、運枠って見るともう千獣しかいないわけ。あー、いたね、そんなの。はい、うん、もうこれしかいないんですよ。はい、まあこんな状態かな、アンチダメージ王魔法陣、水属性だとね、うん、はい。で次、アンチブロックの魔法陣、はい、そうすると、はい、こうなります。うん、うんうん、うん、シャトルは早い、はい、うん、クリアしてるんですが、次グネビアになってくるともう足りない、足りない、はい、っていう状態なんですね。だから、まあ、パラドックスとかでか小雪で補うしかないのかなっていう感じなんですね、うん、だからコネクトスキルの発動条件、うん、結構これ厳しいっす。そうね、はい、ということで、なんでこんなね条件厳しいのかなってちょっと考えたんですが、おそらくね、これね、宝来が運極じゃない人でも組めるようにしたかった。だから、まあスピード450以上っていう形にしたんじゃないかなって推測できます、うん、要は、まあ、近畿なのかなって、やっぱ21なのかなって思いました、友情、はい、こちらがですね、うん、エナジーサークル L、 うん、エナサーか、はい、今時エナサーなんですよ。なんだかなって感じしちゃうけど、ダブルエナサーじゃなくて普通のエナジーサークルなんです。シングルエナザー、はい、エナザーってエナサーねって。アテナがですね、14,553 で、これウリエルと一緒なんですね。うん、なんですけど、アテナってコネクトスキルで友情ブースト M を所持しております。なのでこれが29,106、これね、結構やっぱ高い数字だなって思いました、うんうんうん、そう、でもね、ウリエルのエナジーサークル L のイメージって皆さんあります？あんまないんですよね。なんでかって言ったら、全敵ロックオンレーザー EL、 これがね、22,500だから、あ、こっちのイメージが強いんですよ、やっぱり。負けちゃうね、はい、うん、だから、ちょっと比較できない。ちょっと比較しにくいかなっていう感じでございます。まあ、利点としてはレーザーバリアの影響を受けないんですかね。そうね、はい、で、サブ友情も超絶爆発なので、うん、はい、レーザーバリアの心配をしなくていい、ここがね、まあ利点だと思います。ただ、まあ入る範囲がね、ちょっと若干限られるっていう、それがね、大きな欠点かなって思います。はい、でストライクショット、はい、これがですね、もう火力のばらつきが大きい。これあれ、また前みたいなやつ、前と一緒ですね、これ。あ、はい、使い方よくわかんないね。そうなんですよ。ね、そう、言って使いにくいんだよ、あれ。どこ行くかわかんないんだもん、縦がさ、わしゃわしゃいくけど。そう、だからね、ダメージ出るとき出ないときからすっげー激しいんだよ。言うほどダメージ出ねえんだから、いつまで先生使うか迷うんだよね。あ、そう。どうしよっかなってなっちゃう。そう、だからね、このストライクショットあんまり頼れないっていうね。まあでもわかんないよ、むっちゃ強くなってるかもしれない、倍率だからね、うん、はい、自強化倍率に期待しましょう。もうそれしかないです、はい、ということで、イケルクエスト、はい、
これですね、21の極、うん、元気、うん、はい、ここではね絶対使います。はい、あとね、ニキビ玉、ただね、これね、キラー注意です。うん、神なのでキラー思いっきり受けます。はい、あとアルカディア、うん、増長点、閻魔点で一応使用が可能だと思います。はい、でまとめ、はい、自身周辺の雑魚は溶かせます。うん、友情で、うんうん、で21の極ではベイカーズ蓬莱との相性がいいです。アビリティが増えたものの、ね、イケールクエストがね、重心化の時と変わらない。これが残念。ただ、うん、今後は未知数です。うん、何かやっぱね、アビリティ増えてる分、うん、何かなんかね、クエストね、うんうん、適正クエストポーンってもらう可能性もないことはないの。うん、まあそれがね、ちょっとまあ、うん、期待してもいいのかなーぐらいの感じなんですね。はい、はい、ということで、まあちょっとね、残念かなっていう感じではございます。しかしですね、はい、皆さんお気づきでしょうか。ん、むちゃくちゃ変わったことがあるんですよ。なんか変わった？大きく変わりました。バカ野郎。大きく変わりました。髪の見た？ですよね、そんな感じですよね。うん、全然違います。これね、トップレベルにね、うん、成り上がったところがね、ちょっと一点あるんですよ。何？そう、おっぱいでございます。ほかどこ見とん。おっぱいが重心が回になりました。え、ちょっと前の画像見たよ。はい、前の画像出しときます。はい、はい、そんなね、大したこと隠れだったのかな、わかんないんですけど、そんなね、大きくはないんですよ。あ、見ていいですよ。そんなにイメージないでしょ。ベルフェゴールぐらいになってない？下手すらベルフェ超えてますよ。超えちゃった、はあ、超えちゃったけ。そう、そうなんです。これはですね、モンスター界でもトップレベルのおっぱいでございます。東京かな。いや、なんちゅうこと言うの。重心が回になったんですよ。動きをやって。そう、だからですね、おっぱい精神の皆さん、アテナを愛してあげてください。ショーをね、使ってあげてください。もうゴリゴリに厳選してあげてください。もうね、もうめでてあげてほしいね。やおっぱい精神の人はやるな。んだ、僕おっぱい精神じゃないので使わないです。そう、でもね、これはね、もう本当にすごい。もう俺もうここに一番初め目いったから、あれ、アテナってこんなにでかかったっけ。確かにね、目はいったよ。あ、大きいなと思ったけど。そうです、これはですね、うん、なんと重心が回でアテナがトップに躍り出たんじゃないかなと感じでございます。うん、ということでね、今回はこの見て終わりたいと思います。はい、それで皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、もうこれはですね、これある人に似てると思いません？タマネさん、はい、髪の色もそうだし、私も重心化したい。いや、それはそれはしたい。無理や。あ、分かった、俺がなんか格好たるわ。この前タマネさんやっとった。そう、格好たるわ。それで、ね、私重心化になりましたーって動画とか行こう。めっちゃ寂しいよ、のー。玉木さん、今年のコスプレはアテナで、アテナでお願いします。いいね、はい、うん、よろしくお願いします。